さて皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。というわけで今日はできるだけ早く動画出したいと思うんですけども、今日の夜または明日になると思います。多分明日かな。というわけで本日は JR 西日本の西明石駅にやってきております。今から乗っていくのは電車ではなく、あ、電車ですけど在来線ではなくあるものに乗っていきます。それがこちら新幹線です。もうすでに改札の中に入っていますが、今回はこちら西明石から京都まで7月20日。今日なんで新幹線に乗るかというと、まあタイトルからわかると思いますが、本日で車内メロディーのあれがなくなるそうです。というわけで次の新幹線に乗って、新大阪方面へ行こうと思います。次に乗るのは光の508号東京行きです。12番乗り場、ここは11と12の2つしかないですよね。というわけで今入ってきました、西明石入場。さて今から新幹線に乗っていきますが、次の508号は東京行きなので、通常新幹線の車内メロディーというのは2種類に分けれます。1つ目が終着駅と始発駅の後に、または到着前に流れるチャイム。そしてもう1つは途中の停車駅に停まる前に流れるアナウンス、車内放送ということで、その2種類の中でチャイムが2つあります。そのチャイムを今回は本日7月20日で終わります。7月20日でアンビシャスジャパンという曲をモチーフにした、そういう車内メロディーがあるんですが、その車内メロディーが本日でなくなるということです。ということで本日の7月20日はそのアンビシャスジャパンという車内放送の流れる車内メロディーの流れる最終日ということになります。時刻は12時24分発に乗っていきます。光号ですね、ここは光号と小玉号しか止まりませんが、この時間帯は光のみ。次は電車は13時24分ということで1時間おきという感じになっております。ちなみに僕は11時24分に乗ろうとしたんですが乗り遅れました。自由席なんでね、別に何でもいいんですよ。というわけで自由席は一番あっち側にあるのでそっちに乗っていきます。真ん中に2本の線路があって、その両側に線路またはホームがあるという、まあ新幹線では典型的な形です。ちなみに1号車から5号車が自由席なんですが、それはちょっと向こうの方にあるので向こう側にね乗っていこうと思います。ゆっくり。というわけでね、なんかね電車が来るって言ってて、でまあどうせ新幹線だしこの動画の本題ではないから、撮らないでおこうと思ってパッて見たらなんか電車来ましたよ。こちらがハローキティ新幹線ですね。この塗装がなってから何ヶ月か何年かは経つんですが、エヴァンゲリオン新幹線の時も割と人気でしたけど、ハローキティの人気はすごいですよね。しかもこのハローキティ可愛いからとかいう感じで女子受けが狙ってるのかと思えば、意外とですねおじさんとかもこういうハローキティが好きだったりするんでね、乗ってる人多分おじさんの方が多いんじゃないかなとか、そういう感じで思っております。あとは子供連れとかですね、結構人気だと思いますよ。エヴァンゲリオンよりもやっぱり人気だと思います。おじさん受けがいいようですね。というわけでこちら500系という電車の、ものにカラーリングをしたものとなっております。右側にこの白色のがあるんですけど、この白色のところにピンクというふうにラインがついておりまして、これなかなかね珍しいんですよね。新幹線って基本的に500系はもうちょっとくすんだ色に青色のちょっとくすんだ青がついていたんですけど、こちらはピカピカの新幹線のようにラッピングされております。あ、ちょうど新幹線来たわ。あちらは N200S ですね。車内メロディーが聴ける新幹線にも種類がありまして、小玉号なんかだと肉声放送でね、たまに車内メロディーつかなかったり、まあほとんど大体つくんですけどつかなかったりすることがあります。または、光号であってもですね、所有している会社が JR 西日本か JR 東海かで変わってきます。東海道新幹線のように走る JR 東海の車両を使いますと、そのアンビシャスジャパンが流れるんですが、JR 西日本のこの見えてるハローキティのような新幹線ですと、JR 西日本のいい日旅立ちという車内メロディーが流れますので、今回聞きたいアンビシャスジャパンは聞けないということです。いい日旅立ちダララララララみたいな感じで、まあ車内メロディーがあるんですけど、お、逆も来ましたよ。こちらは JR 西日本または JR 九州が持っているものになります。東海道新幹線、山陽新幹線、九州新幹線は、それぞれですね直通していまして、東海道と山陽、山陽と九州が直通していますから、さまざまな車両がやってくるわけです。中でも東海道新幹線内にも、山陽新幹線の車両、JR 西日本の車両が来るということで、
そんな感じでですね、車両によってはアンビシャスジャパンが聞けないことがあるんですね。その車内メロディを聞くために今回は運がかなり必要になってきます。先頭車の部分、こちらに JR のマークが書かれてるんですが、この JR のマークがオレンジだと東海、青色だと JR 西日本という感じになっております。行っちゃいましたね。今日はすごい快晴なんですよね。嬉しいです。そしてお客さんは本当にまばら。次の光、何号でしたっけ、次の光号を待っています。お客さんは、さっき見たところでだいたい5、6人といった感じでしょうか。ここは通過駅ですので、のぞみ号や光号、一部の光号、九州新幹線に直通します水穂号、桜号なんかがここを通過していくわけです。一部の桜号とのぞみ号、朝と夜、それからですね、昼の時間帯の昼光号、小玉号というのはここに止まるわけでございます。そしてまあ次に何の電車が来るのかなっていうのを見たいっていうことがあるんですけど、そういう時に役立つのがこちら JR 東海のサイトでございます。じゃあ試しにこうやって更新してみ、見てみましょうか。今いる駅は西明石駅です。西に行くほど下、北に行くほど、東京方面というわけになっております。あ、上に行くほど東京方面ということになっています。先ほど通過したの水穂604号がいますよね。その次、のぞみ92号が西明石に向かっているようなので、来るようです。そして先ほどのハローキティ新幹線はこの849号ということでした。こちらの849号ですね、こちらが小玉号で、かつハローキティ新幹線のラッピングがされている車両ということでした。で、次にやってくる光号、次に乗る光508号はまだ姫路にいるようですね。そして見た感じ、後ろにのぞみ20号がいるんですが、もしかしたらこののぞみ20号をこの西明石駅で待機するかもしれません。次来るとしたらこちらののぞみ92号ですね。こんな感じでウェブで調べたらですね、 JR のマークが出てくると思うんですが、先ほどこれお借りしましょう。こちらの画像をお借りしますが、先ほど JR 西日本の車両と JR、東海の車両をどうやって見分けるかという話だったんですが、このオレンジ色の JR 東海のマークがドアの下についているような編成というのは JR 東海の車両ということで、アンビシャスジャパンのメロディを聞くことができます。こちらのマークがついている車両に乗ると JR 西日本のいい日旅立ちの、車内メロディを聞くことができます。で、他にも九州なんかだと九州のオリジナルな豪華なメロディー聞くことができます。そしてちょうどやってきたのが新幹線です。新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく12番乗り場に12時24分発光508号東京行きが参ります。この放送が流れてからすぐに新幹線が入線するということは、このような西明石駅ではなかなか起きません。さて、 JR 西日本か JR 東海かどちらか、できれば JR 東海の車両を来てほしいんですが、さあどうでしょうか。僕の運が試されます。動画的には西日本の方が美味しいんですけどね。はい、 JR 東海です。来ましたよ。下の方を見たら分かるんですけど、これです。オレンジ色のマークがついてたんで JR 東海となります。のぞみ号の通過待ちをするのでここで止まっているわけですが、そののぞみ号が通過したらね、すぐね、お車内に入ろうと思いますけども、まだ扉は閉まらないようです。ちなみにこちらは G 編成と呼ばれるもので、 N700 大きな A と書かれております。どちらもそうですね。 JR 東海には3種類のものがあります。 JR 東海 N700AK 2種類と N700SK 1つです。お、ちょうど来たかな。西明石駅の通過列車やってきました。 あれは LED なので N700S でしょうか。
JR 新大阪駅に到着です。一応会社の区別は JR 東海らしいです。ひかり508号東京行きに乗って西明石から新大阪までやってまいりました。閉まる時の音は JR 東海のホームドアでありますから、乙女の祈りと呼ばれる曲の一部が使われております。ちょうどここまで運んでくれた新幹線がちょうど発車していきました。JR 東海の音が聞けてよかったです。今止まってるこれにでも乗ろうかなと思ったんですが、残念、見てみると青色、 JR 西日本の車両なんでアンビシャスジャパンは聞くことはできません。ショートまで買ってるんですがね、路沿い226号にかけてみたいと思います。また他のところから発車するのがあるかもしれません。次の226号は新大阪駅始発ののぞみ号なんで、これにね乗るしかないなと思ってるんですよ。結局これに乗ることになりそうです。ちょっと車内の混み具合見てひどかったら次の、ね、見送ろうと思うんですけど、まあ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 これでいいかなって感じですね。京都、名古屋、新横浜、品川と泊まっていきます。位置は26番線ですね。お、シュプリームだ。今26番線のこのホームの高さと向こう側のホームの高さを見れば、あれなんかちょっと違うなというのが分かると思います。そうです、このホームは向こうの方がちょっとだけ高いんですよね。なんで高いかっていうと、昔はもともとここのホームがなかったんですが、最近できますね。新しくできたことによってホームの高さが若干違うわけですよね。こっち側のホームの高さとこっち側のホームの高さが違うのが分かると思います。ちょっと荷物置いてきちゃってるんでね、あんまり席外せないですけど、こんな感じで今から京都まで乗ろうと思います。強いですが京都駅に到着しました。無事ねこうやって持ち帰ってきましたよ、西明石から京都まで。というわけでこんな感じで、新幹線のアンビシャスジャパンという車内メロディについて、今回の動画を終わろうと思います。2003年からですね、現在の2023年まで約20年間にわたって使われてきたアンビシャスジャパン、アンビシャスジャパンを
作った作曲した人に新しい鉄道唱歌を作ってくれとお願いされ作った曲があのアンビシャスジャパン。僕はすごいあの曲が好きですが、次の会いに行こうというモチーフにされてる曲もなかなかいいものなので、またですね会いに行こう楽しみにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではさようならって言いたいところですが、会いに行こうのメロディー聞きたいですよね。はい、というわけでたまたま撮ってきてくれた人がいたので、それをですね載せておきます。ではご視聴ありがとうございました。お客様にご案内いたします。明日7月21日から新幹線の車内チャイムは愛に行こうに変わります。現在の車内チャイムアンビシャスジャパンは東海道新幹線の品川駅開業以降20年という長きにわたって共に走り続けてきましたが、本日が最後となります。東海道新幹線はこれからも皆様の愛に行こうを支えるために走り続け